はい、どうも覆面ぼっちです。前回の動画と全く同じ演出ですけれども、アニプレックスさんから荷物が届きました。映画無限列車編事後通販分と2021ジャンプフェスタの先行販売商品の受注生産分のグッズです。多分映画館ではなかなかグッズが販売状態で買えなくて、3つぐらいしか買えなかったのかな。まあそれもね、今回一緒に開封していきたいと思います。まずは一番ちっちゃい箱から開けていきましょう。うわ、なんだこれ。包装紙というかクッション材代わりに煉獄さんの羽織模様の紙が入ってますね。ぐしゃぐしゃってなってるけど、めっちゃ嬉しいですね。ゲー、ノットフォーセール。売品ですね。ポテトマスコットのエンムとアクリルマスコットかな、これは。じゃあ次の箱を開封していきましょう。お、こっちの包装紙は綺麗に折りたたまれて、これはラッキーなのかな。記念に保存できますね。とりあえず2箱分の段ボールを開封してみました。じゃあ早速紹介していきたいと思います。はい、まずは無限列車編のアクリルマスコットになります。スタンドはなかなかおしゃれですね。まずはエンム、このキービジュアルのデザインはかっこいいですよね。赤座のスタンドは色違いですね。めちゃめちゃかっこいいですね。結構ボリュームのあるアクリルマスコットになってますね。続いては煉獄さんのスタンドですね。これもでかっ。エフェクトがついてる分すごいボリュームのある大きさになってます。いや、しかしかっこいいな。2体並べるとこうした戦闘シーンみたいなのもちょっと再現できますね。物販で買うことができなかったエムのポテトマスコットです。やっぱね、鬼のグッズはね貴重なんで手に入れたいんですよ、ね、これは実際に物販で買うことができた赤座と伊之助のポテトマスコットになってます。自己通販の方で千住郎が追加されたっていうことなので、まだ届いてはないですけど追加で購入してますので、また今後紹介したいと思います。煉獄さんのビッグアクリルスタンド、これもね実際の物販で買うことができたんですけど、やっと開封できます。一緒に紹介します。でかっ。スタンドがめちゃめちゃでかい。お皿並みですね。ロゴもでかい。ビッグアクリルスタンド本体ですけど、驚愕の大きさです。約35センチらしいんですが、めちゃめちゃでかい。ちょっとね、画角に収まらなかったんでちょっと遠巻きで撮ってますけど、奥にあるアクリルマスコットと比べてもこのでかさが伝わるんじゃないでしょうか。いや、しかしめちゃめちゃかっこいいね。もう普通のフィギュアと並べちゃってもいいようなぐらいの感じですね。これもキービジュアルそのままのアニメで使われてるものになるので、クオリティは高いですね。煉獄さんのチャーム付きフィギュアです。これは自己通販で購入させてもらいました。ローソンで限定発売されたチャーム付きフィギュアの方は一応全種類持ってるので、この煉獄さんと一緒に並べたいと思いますけれども、まあクオリティ高い。普通のミニフィギュアよりも完成度高いですね。お、しっかり自立しますね。すげー、いいな。はい、最後の段ボールになります。開封していきましょう。これはポテトマスコットぬいぐるみですね。こちらは受注生産ということですけど、一応全種類買っております。天元さん、お腹の部分はね、なんかお手玉みたいな感じになってるんで、しっかり自立できますね。各キャラクターしっかり特徴つかめてますね。サネミもしっかり額の傷が入ってます。はい、無一郎です。かわいいな。特徴しっかりつかめてますね。はい、しのぶさん、いいね。統一感あるぬいぐるみですけど再現度も高いですね。うん、素晴らしい。あと劇場版の方のポテトマスコットの方は千住郎以外も追加で購入はしております。陽明さんもいいね、数珠が。これはギーズさん、はい。続いてはみつりちゃんです。裏面もねしっかり再現できてると思いますよ。やっぱどれも可愛いよね。これサネミの後ろ側です。
全部集めたくなるよね。はい、ラストはイグロさんです。めちゃめちゃかっこいいね。カブラマルもしっかりいますね。イグロさんグッズはね、一通り揃えたいなとは思うんですけどね。はい、ということでジャンプフェスタ先行販売商品宇宙生産分のポテッドマスコットぬいぐるみ全種類紹介しました。無限列車編のグッズはですね、物販で買うことができなかったのですごいね、残念だったんですけれども、本当にこうやってね、事後通販で販売してくれるっていう、このアニプレックスさんの対応に感謝しております。おかげでね、実際に買うことができなかった商品もこうして手に届くことができたので、ありがとうございます。ポテッドマスコットぬいぐるみの方も全種類飾ってあげたいなと思います。先ほども言いましたけど、まあ、追加で、事後通販分のグッズが届く予定になってるので、またね、届いたら、追加で紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。 Twitter もやっておりますので気軽にフォローしてやってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。